カトカンブレジ条約は16世紀前半のイタリアを巡る戦争を争ったバルア朝とハプスブルク家が1559年に結んだ講和条約。同年にスペインのフェリペ2世がフランス王アンリ2世の娘エリザベートと結婚したおかげで実現した。カトカンブレジはフランス北部のオール県の町でアンリ・マティスの記事でもある。 この条約でフランスはイタリアへの権利を放棄した。戦争に忠実であったジェノバ共和国のコルシカ島にフランスオスマン連合軍が占領していたのを返還させた。そしてミラノ・ナポリ・シチリア・サルデーニャ・トスカーナ西南岸がハプスブルク家の統治下となった。代わりにフランスはロレーヌを譲り受けた。ロレーヌにはカルバンの記事、ノアイオンが含まれた。 イングランドはフランスにカレーを返還し、両国国境はドーバー海峡で確定した。また、フィレンツェ公国のメディチケは、シエーナを獲得した。メディチケが登場する背景は締結後、数世紀の世界情勢まで決定してしまった。ルクセンブルク家のドイツ・イタリア政策がメディチケ台頭へつながって、このスペイン・ドイツ・イタリア連合が、イタリア戦争と宗教改革を並行させていた。 1555年アウクスブルクの和議でカルバン派が否定された。翌年カルバン派市民のいるネーデルラントがスペイン領となった。そして1559年に加藤カンブレジ条約がなった。ほどなくフランス内でカトリーヌ・ド・メディッチがヨグノー戦争の主因となった。1559年の和平を機会にフランス王女マルグリットと結婚した。 サボイアのエマヌエーレ・フィリベルトは、7人の有力市民にコンパーニア・ディ・サンパオロという銀行を作らせた。この銀行は、対抗宗教改革を目的に設立され、1653年には、息子、カルロ・エマヌエーレ一世の庇護を受けて、モンテディ・ピエタを作った。ハンブローズ銀行の会長だった、チャールズ・ダンシャクが、重役に入って、もう一つの宗教事業協会と呼ばれながら、 現代も活躍している。ありがとうございます。